マッハの世界。そこに要求されるのは強固な意志、体力、瞬時の判断力。航空自衛隊の航空学生は高速で飛ぶパイロットとしての敏捷性、編隊飛行でのチームワーク、そして一人一人が的確に判断して操縦することを要求されるのが特徴です。また要救助者への救難活動や PKO における空輸支援、政府専用機の海外運航など防空戦闘以外での活躍も期待されています。そしてその大空に夢を馳せ、自由に飛んでみたい。この夢を最も早く実現できるのが航空学生です。入隊してからの最初の2年間は、自衛官としての倫理や規律、数学や物理といった一般教養、風洞実験やコンピューターシミュレーションを使った航空力学、安全性、推進力、揚力、制御性といった機体構造などを学ぶ航空工学、管制塔との交信に必要な航空英語の習得など、すべての教科が飛ぶために必要なプロセスへと結びつく座学を中心に学びます。その後シミュレーター訓練や落下傘降下訓練といった飛行準備過程を経て、3年目からは実機を使った飛行訓練を中心とした操縦教育が徹底的に行われます。厳格な担当教官とともに飛ぶ有視界飛行で基本的な操縦法を習得し、タッチ&ゴー、アクロバット飛行、計器飛行と順次難易度の高い飛行技術を学びます。この過程で体験する初めての単独飛行、それは目標に向かって努力した成果がはっきりと形になって現れる瞬間です。徹底した操縦訓練を経た学生はパイロットの資格の証、ウィングマーク取得後、本人の適性や希望を踏まえて機種別の操縦過程へと進みます。トータル6年間の訓練過程を終了した時、三等空尉、そして幹部自衛官として各部隊に配属されます。また将来のパイロットである航空学生に要求される強靭な体力面においては、体育やクラブ活動を通した基礎体力の育成にも力を入れています。同じ目標に向かって集う仲間たちとの共同生活では、互いを刺激し合い、また時には励まし合う、そんな常に高い目的意識を持った者同士が育んだ友情は一生の宝となるでしょう。目標に向かって積極果敢に邁進するやる気、颯爽と物事に取り組む元気、日々強い信念を持って切磋琢磨する負けん気、大空への夢の実現に向けて自らを駆り立てる熱いハートが原動力。それが航空自衛隊の航空学生です。